ねえ、昨日の飲み会にさ、女の子いたんでしょ。どうして黙ってたわけ？知ってるよ。だって同窓会あったんでしょ。でも同窓会は男の子だけで飲むっていう話だったじゃん。後から合流した？後から合流したならその時に連絡してくれればよかったじゃん。だってさ、だってあなたはいつも私に、ミシェと飲む時はさ、絶対に連絡してきてって口酸っぱく言ってるじゃん。私が守ってるのにさ、あなたが守ってないってどういうこと？本当にひどいよ。本当にひどい。昨日さ、全然 LINE の返信も来ないしさ、ずっと心配してた。ていうか、同窓会で女の子と飲むのは普通だけどさ、別にそこに怒ってるんじゃなくて、そこに怒ってるんじゃないよ。元カノがさ、あなたの元カノが同窓会に来てたから黙ってたんでしょ。なんかあると思った。いや、だってずっと前から聞いてたし。もうそれはね、あなたが絶対に元カノと会ってることはなんとなく気づいてたし、それでいて LINE の返信も遅かったから、本当に心配したし、私がどれだけ心配したかわかる？そりゃ心配するでしょ。いつもだったらさ、すぐ今日の飲み会に女の子いるからねとか、安心してねって LINE してくれるあなたがさ、元カノがさ、確実に出席してる飲み会で LINE の返信来ないんだもん。本当にひどいよ。もう知らない。謝ったって許さないから。なんかやましいことでもしてた？私のいないところで元カノと久しぶりに会ってさ、昔の思い出に浸ってさ、昔の時の気持ちとか思い出しちゃってさ、私には言えないこと二人でしてたんでしょ。考えたくもないよ。絶対に許さないし。何もしてないとか、そんな言葉信じられるわけないじゃん。もう触んないで。無理。優しい言葉かけられたって私の気持ち収まらないし。抱きついても来ないで。やだ。泣いてないし。本当に反省してるの？何もしてないの？あなたのその言葉さ、信じてもいいわけ？私すごい寂しかったんだよ、昨日。あなたが元カノに奪われちゃうんじゃないかって心配してたんだよ。
って元カノとさ付き合ってる歴の方が絶対長いじゃん。私だってあなたのことずっと大切にしてるし大好きだし気持ちは絶対負けてないって思ったけどさ、唯一さ付き合ってる歴は彼女の方が長かったから、それで不安になっちゃって。今はちゃんと私のことが好きだよね。ちゃんと好きって言って。じゃあキューして。本当にバカ。嫌だ。許してあげないし。反省して、これからはちゃんと連絡してくれる？今日はずっとくっついてる。だってそう。だって私にひどいことしたもん。次会ったらもう知らない。絶対しない？指切り我慢できる？分かった。もう許す。そういえばさ、私も明後日同窓会ある。私はちゃんと連絡するし、あなたと違うから。他の男なんて知らないよ。あなたが好きなの。あなたが大好きだから他の人なんて知らない。だから、あなたも一生、私のことさ、話さないでね。約束。